ドン。Hey guys, my name is わさもんな人うにち。改めまして、おしがすくしの男、わさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、裏道お兄さん第7話、一人でできるもん。もうこれは完全に、某番組のことでは。なんかそんな感じがする。前回の第6話が、マカロンを思い出せない。お兄さんで、もうすっごい気持ちが分かりましたね。なんかもうあれあれあれだよ、あれ、あのほらなんかあれっぽいあれじゃん、ほらね、みたいな感じのやつ、すごい分かる。出てこないんだよマジでっていうのもあって、でいざ出てきたと思ったらタイミングが悪かったりするもんなんだよな。で、ビーバートの方がその2連休やっと2連休だってウキウキ気分で仕事が終わったんですが、その後慰安旅行がありっていう感じでしたね。イケてるお兄さんがなんかそういう何修学旅行とかを経験したことがなかったから、まあ枕投げだったり温泉だったりは楽しんでましたし、で女性陣の方は女性陣の方でちょっとね、悲しい恋愛話でした。まあ、第7話もね、多分面白いでしょう。なので、早速見ていきたいと思います。映ってるよね。どうなるかしら。あ、また振り付けあんま覚えてねえや。あれから見直したんだけどな。一人でできるもんって絶対某番組だもん。それじゃあ D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。もうワクワクさんよ、工作って。虫である必要は。サクッ。ああ。悲しいな。企画段階って演者の人たちはこういう気持ちか。悲しいよ。つらっ。あん、まあでもそうだよ、虫だもんな。虫は嫌だよ。ピッ、ピッ、質問していいですかお兄さん。ここら辺マジ好き。ここら辺好き。でもマジここを覚えてないんだな。つまれ ABC ABC A2D みんなで元気に遊ぼう。本編開始。髪飾りが、ネックレスだね。
カミテル、カミキリムシ、破滅の滝です。つけるってなんだ、ノリ、裏ミノ、ミノムシ、引いてるよ。恨みのくん、こういうところはちゃんとしてんだよね。できるかな。プルプルしてるよ。切れてねえし。細く長くね。すみません。なんで？フォローして。どうしたの？触覚が気持ち悪いな。心のケア。みんなやべえ。あ、やべえ、来てね。そんなこと言うなよ。悲しいこと言うねん。どうしたの？ちょっと待って、俺まだ作れてねえんだよ。子供から心配されるって。まあね。恨みの君。何？響いてない。できた。プロフェッショナルやね。真面目にちゃんとやるんだよね、イケてるお兄さん。
すげえ。どうやって作る？なんか声違うくない？どうしたの今日？ん？どうしたの？どうした？心ここにあらず。どうしたんだろう。どうした？なんで？お姉ちゃんか。だが眩い。は？リファー？ドファー？怖いよ。トンチンカン。ポンチ。デファー、ドファーで喧嘩か。ゴミラ。だがまぶい。まぶいちゃん。姉をもらってください。そそのかしてください。トレードやばいやばい、ダメダメダメ。なんでいいんだよ。え？あらあら、集中できるかしら。ガンマイク。ビエー。やめろ。やめろ。
やめなさい。えらい。えらい。うん、えらい。あれ？これでイケてるお兄さん謝れるかな？チンアナゴ。そんなもんだよな、でも。ファーファーっつってない。うさおかわいい感じ。何、新キャラ？アモンさん、船、胸、怖いな。楽しかったです。あ、やばいやばいやばい、終わった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 、やばい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 、どういうこと、どういうこと？わかんだろ。犬と一緒に遊んでいる夢を見ました、楽しかったです。忍びの薬味、オープニングの格好これじゃない？もみじ、ネギのすけ。
が丸、諸画像。ダッサ。ダッサ。始祖の神。ダッサ。だってダセえもん。これで最高傑作はやべえよ。え、ちょっと見たいわ。どんなんだったんだろう。この声、あ、やばい、始祖の神や。あ、すれ違った。顔がこういうところから始祖を食べてくれる子も出るんやね。やばい、早えな、やっぱ。なんだろうな、あれ思い出した。ルパパトの時だったっけな、あの鮭、鮭を食えっつって、日朝で鮭が出てから、クリスマスに鮭が爆売れするっていう、あれ思い出したわ。忍びの薬味で、薬味に興味を持つ子もいるんやね。やっぱ、なんだろうな、幼児向けっていうか、やっぱ、テレビの影響って大きいんだね。まあ、あそこまで、あの、始祖の神様の苦さに比べたらっていうところまでは、まあ、いかんとは思うけれども、多少なりとも影響あるんだな。シーパートやん、しそうやん。相変わらずやな。しそ餃子うまそうだな、しそ餃子。
え？しそ美味しいじゃん。除菌だとバイ菌だ2位やん。いやでも忍びの役見たいよ。っていうかマジいつか曲やってくんねえかな。マジで見たい。曲聴きたい。ちゃんとあれ多分あのもみじとかネギのすけとか言って出てきてなんか言ってる前工場みたいなやつ、あれも多分入るでしょ。曲があるとしたら CD 出すとしたら入ってるでしょ。あれカラオケ絶対楽しいやつじゃん。ていうか、なんでもみじっていう名前で大根をおろしてんだよ。おかしいだろ。もみじではない。それはもう大根だ。いやでも面白かった。薬味か。餃子食おうかな明日。いや、餃子じゃなくてもいいや。なんか薬味使うやつをなんか食べようかなと思います。ということで、裏道お兄さん第7話、一人でできるもんでした。ありがとうございました。ならね。